けあいんのこと、どうも、アキです。本日ですね、スプラトゥーン2というゲームやっていくんですけど、新ステージがね、今夜11時で出ましたので、ちょっとね、やっていきたいと思います。まあね、河川敷というステージなので、まあもしかしたらね、プロ野球少年チームとかもいるかもしれないんで、ホームランとかのね、たまに気をつけながらやっていきたいと思います。ってことで、行きましょう！レッツ、ゴーイン！はい、ってことで、おお、来ましたね、沿岸河川敷。おお、上に電車走ってる。おお、しかもあれが電車じゃなくて貨物列車だな。貨物列車が走ってます。まあね、イカ界隈のね、何かを運んでいるんでしょうってことでやっていきましょう。今回はですね、一回ね、塗り拭きで塗りつつ周りをね、見ていきたいなと思って、若葉シューター持ってきました。おお、なんか、落ちてもいい場所がちょっと今わかんなかったけど、これ真ん中、あ、ここ大丈夫だね。まあ、真ん中、これ左に移動していけばいいのかな。あ、でも左もう来てるな。なんだろう。川が真ん中にあって、それをうまく利用して、なんか、動けとか言われたけど、なんなんだろう川、あ、これ水か。あ、やばい、あいつあれ、なんと待ってんの君、ねえ、あ、ちょ、そのイモリみたいな。よっしゃ、あ、やったやった、もう一枚、どこだ、どこだ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、なんかー、やばいやばい、あいつやってる、これ、お、やばい、これ、オワコン TV かもしれない。オワコン TV、あ、ちょ、オワコン TV、マジか、それ。まあまあ、でも。まあ、目的は別にね、敵を倒す、殺す、イエーとかじゃなくて、あれね、こうね、まったり見ていこうみたいな感じなんで、しっかりね、塗りちゃっていきましょう。お、なんかショベルカーあるね。すごいすごいすごい。動いてないけど。あ、これが川ですね、完全に。うん、これ落ちちゃダメなやつだ。で、ここをうまく使って相手陣地に行くと、ここが相手陣地なのかちょっとわかんないけど、しまった。オッケー、ナイス。ここが相手陣地なのかな？右と左っていう陣地原型になるのかな？どうだろう？右が自陣、左が相手陣地になるのかな？それともこれを境に、手前と奥なのか、右か左なのか、それがちょっとまだわかんないけど、だいたい左奥にあるから、斜めに自陣とかなのかな、どこなんだろう、その辺はわかんないけど、まあ。でも、とりあえず見ていきましょうか、周り。こっちは敵陣地から来やすいのかな、来やすい、あ、来やすいね、来てるもんね、まさ、やばいやばい、これでも余るから、なんか、オッケー、危ねえ。うん、でも来やすい、お、もうなんかいる、なんかいる、あいつ、逃げるな、逃げるな、ほらほら、逃げるな、逃がすの、オッケー。で、あそこがリスチか。じゃあ、こっちに行きましょう。まあ、これが水ね、危険ですね。で、こう降りれば、ここ敵陣ですね、多分。でも、ほら、自陣のとこから簡単に来やすいですね。うわ、これやばい、やれるか、くるくるしてる、オッケー、避けて、いじめた。で、こいつも、あー、危ない、どこ行った、どこー、ちょっと待って、これやばい、死んだ、マジ倒したんだけど、マジか、オッケー、ナイス。ということで、まあ、塗っていきましょう。あ、あそこにマルチミサイルがいるな、よいしょ。さて、あ、こいつをね、こう持ってって、くるってやって、こうね、クレラップ、オッケー、今のいい感じ。あ、ちょっと待って、それは聞いたよ、マジか。360度回転しちゃった、トリプルアクセルしちゃったよ、エイムがトリプルアクセルしちゃったよ。あ、でもあそこは完全に敵陣地ですね。降りたらすぐいたので、今ちょっと敵陣に攻めに行ってたって感じですね、僕は。なので、まぁ、ちょっと自陣からちょっと塗りますか。あ、ここも川だね。すごいね、川の上に浮かんでるみたいな感じのステージになってますね。意外に、なんか、前、公式が言ってたと、真ん中の川をよく利用、なんか、真ん中の川をうまく駆使してみたいなこと言ってたんですけど、真ん中川全然ないよね。2個ほら、ちょっと流れてるだけだから。うん。しかも、おいしょ、危ねえ。こういう風に簡単にいけちゃうし、意外に思ってた俺の想像とは違かった。でもまあ、川があるからそこをうまく使うっていうのは、やっぱ大切なことなのかな。降りてこい。よし、こいつは、やりたい。よいしょ、ちょっとやりたい。あ、でも、やばい。あ、すいません。でも、勝ったっしょ、これ。どうだ、勝った、勝ったかな。どうだろう。勝ったっしょ、これ。どうかな、勝ったかな。あ、これは完全に勝ちましたね。イェーイ！ってことで、1戦目は、勝ちましたー！ってことで、60% 塗ってるんでね、もう6割は、ここの陣地塗ったんだよ、もう僕。多分ね、塗りも1位でしょ！ほら、1位、1900！ めっちゃ塗ってる、イェーイ！ってことで。いやー、まあまあ、面積はすごい広いですね。右と左。ちょっとね、櫓とね、はい、ってことで、すいません、また縄張りなんですよね。いつも新ステージって言ったらガチマッチもできればやりたいんですけど、ちょっと今ガチマッチやってなかったんで、もう一回縄張り。ただ、チャージャーでやってみます。今回はですね、チャージャーの立ち回りじゃねえや。チャージャーの隠れ場所とかもね、チャージャー使えばね、ちょっと分かってくるのかなと思って、ちょっとチャージャー使ってみます。チャージャー、とりあえずここをチャージャー強いよね。エリアがどこに来るか分からないけど、普通にここは、右と左隠れられる、このくの字っていうのかながあるから、これ、ここ強いですよね。ただ、エリアがどこになるかはまだ分からないけど、よいしょ。で、こっちはね、結構危ないよね。敵陣からすぐ来られちゃうからね。うん。さて、ちょっと攻めようかな。こいつやね、よいしょ、やり。よいしょ。うわぁ、いい感じのキル、今。うわぁ、これ、ラブレター、マジか、うわぁ、いや、せっかく俺、かっこいいキルしたのに、なんで俺ってこういうさ。
なんでこういうとこでやらかしちゃったかな、んかふぬけてんだよな。せっかく今ちょっとさ、かっこよかったじゃん今のキル。なんでふぬけて、マジかよそれ、もうマジか今の。うどちゃん、やめきてる、ちょ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 、シールド投げたのに、シールドの展開遅すぎん、遅すぎん、ほんとにね。まあまあまあ、やっていきましょう。あのね、目的はチャージャーがどこに潜めるかっていうのをね、検証するんで。そう、ん？いるな、あそこ。マルチミサイルいるな。こっから。ジャンピング当たんないか、今の。あ、ちょ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 、待って、クイボすごすぎない？ねえ。クイボとマルチか。マルチとクイボの組み合わせって普通に強いな。マルチって結構食らうからね。今のはちょっと、うまっかーって感じですね。しかもクイボ3発飛んできたっていうね。そしたら塗っていきますか。この辺。しっかりこの辺はね、自陣、この辺は多分自陣って言うんじゃないかな。オッケー、この人と一緒に攻めよう。今いたな、いたな、あいつやりたい。よいしょ、やった。うお、カーリングしてる、カーリングしてる。危ない危ない危ない、エルキ君大丈夫か。危ない、もうカーリングしてたよ。あ、ここにも自転車ありますね。じゃあちょっと寝ときまーす。半分オレンジで半分青っていうね。よいしょ、1枚やった。あれもやりたい。あれいけるかな、どうしよう。シールド投げて、うまく攻めたいけど。ハイプレか、きついな、これ。危ない危ない、なんとか逃げた、なんとか逃げた。よいしょ。な、な、なんで？なんで？あ、そっちにいたのか、ごめんなさい。でもゾウさんナイス。ゾウさん、ゾウさん、おー、あれが長いんだぞー。はい、ってことで撮ります。沼ちゃんかな。沼ちゃん、あ、バシバシしてる。あ、ちょ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 、あ、まだよね。ごめんなさい、すいません。もうミルクだ、これ。ごめんなさい。もうミルク今飲んでたから、ちょっと間違って飛んじゃいました。すいません。完全やらかしたわ、今。桃ミルクなんだもん。マジかそれ、マジかそれ、マジかそれ。どうしよう。あそこ、あ、あいつやりたいな。あいつと一騎打ちで戦おうじゃないか。よいしょ。あ、マルチしてくれたね。よいしょ。詰めまーす。よいしょ。やばいやばいやばい。あ、ちょっと、やばい。これやばい。これまずいまずい。お、詰めてこない。大丈夫。お、仲間飛んできてくれた。オッケー、シールドもしっかり置いてあるから、これちょっと仲間と一緒に倒しに行きたいな。仲間何？ラピか、ラピか。まあ、ラピだったら、よいしょ。ラピとチャージャー、あいつは出てこれないでしょう。吸盤を投げて様子を見ている。出てこい、出てきた出てきた、左左左、オッケー、危ねえ、ナイス詰め方。あのちゃんともやり、ナイスゾウさん。さてさて、最後はここ、あ、ここ敵陣か。降りてくるやつやりたい。いや、もう吸盤で、吸盤でぬるぬるぬる。これ勝てる勝てる勝てる、大丈夫か大丈夫か、勝て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 。はい、ということで、どうだかな、これ微妙だけど多分勝ったんじゃないかな。はい、あ、勝った勝った、余裕で勝ってましたね、イエーイ。ってことで、まあ今ちょっとね、ガチマッチできてないので、ちょっとわかんないんですけど、まあまあ、やってみた感じ、チャージャー、どうかな？結構、右と左、まあ、いろいろ回られたんで、チャージャー使う人は、周りを見ることが意識大切そうですね。ありがとう、今日も！お前の母ちゃんファンキー、お前の顔マッキー、このペンはマッキー、みんな大好きアッキー、ドゥルルルッドゥドゥドゥ、チャンネル登録してくれたら嬉しい。